全日本ロードレース選手権第3戦スーパーバイクレースインスも5月25日26日の公開テスト3日目が5月16日木曜日に3日目を迎えタイヤメーカー合同の走行と JSB 戦 ST1000 参加者向けスポーツ走行が行われた公開テスト3日目は 朝から霧雨が降り続きウエットコンディションとなった。JSB1000 クラスは、水野亮、ドゥカティチーム輝山、ガドゥカティで初めてのウエットを走行。走り始めから好タイムをマークし、2本目に記録した1分37秒516が最速タイムとなった。 朝起きてカーテンを開けたら雨が降っていたので自分の目を疑って思わず開け直してしまいました。ドライでタイムを縮めたかったのですが、ウエットで初めてドゥカティを走らせましたが、すごくフィーリングが良く7、8周した時点で自己ベストを更新でき、雨のセットアップを進めて結果的に3秒も詰めることができましたし、来週は雨でもドライでも戦える自信がつきました。 鈴鹿八大や後半戦に向けてもウェットを走れたことは、良かったですし、良い,いデータを取ることができました。とみずの。2番手に岩田悟る、チーム ATJ、が1分40秒580。3番手に星野智也、トーンリツイートストーン設置 4413BMW、が1分41秒132。4番手に秋吉光介。 村山雲祖ドットチーム秋吉が1分41秒581。5番手に新城雅宏、チームタタラアプリリアが1分41秒720で続いた。ST1000 クラスは、国峰拓馬、東方レーシングが1分39秒468でトップ。横山翔太、小倉クラッチプラスニトロレーシング。 1> が1分41秒972で2番手につけた。JGP3 クラスは1本目から点灯が多かったが、そんな中で安定した速さを見せたのが大田早と、丸前ドリーム北九州パリだった。 1本目で1分48秒717をマークすると2本目では1分47秒067までタイムを縮め、2番手以下を大きく引き離しトップで公開テストを終えた。初めてスゴンのウエットを初めてブリジストンレインで走りましたが、どこまで行けるのか探りながらフィーリングを確認していきました。トップタイムですが、他のライダーが本気で走っていないだけだと思うので、 決勝までにもっといい状態で臨めるようにレースウィークで仕上げていきたいです。と、太田。謙遜のコメントだった。2番手に木内直太、チームプラスワン、が1分48秒916。3番手に高杉直子、チーム直子 KTM。が1分50秒214。4番手に松島龍久、ブレストビートライブレーシング。 1> が1分50秒317。5番手に徳留正木、丸前 MTR が1分50秒718で続いた。JSB1000 クラスは、今回のレースもヤマハファクトリーとドゥカティの水野との対決になりそうだ。予選では第2戦モテギに続きコースレコードを更新する戦いになることが予想される。 オートスポーツウェブ2024年5月16日